日本愛知県、豊田市、木瀬町。木瀬町は愛知県豊田市の町名。豊田市の北西部に位置し、藤岡地区に属する。町域最北部、三河町との境界上にある木瀬ダムの放流水が三河川と合流して木瀬川となり、町域東部を南進する。途中、上戸愛町方面より東進してきた、二川や町域南部を東進する新田川などが合流し、 さらに南進して五作町へと抜けていく。町域の中央やや南寄りでは、南西から北東にかけて国道419号が町域を貫いており、沿路には住宅や工場が立地する。町域北部や東部では山林が広がるが、ニラ川とそれに総指導を通じた町域中央部にも小規模な住宅地が点在している。江戸末期、域内で良質の川詰めが発見され、 当時の木瀬村を支配していた三河吉田藩は、糖度原料として採掘を進めるための官業政策を実施する。大正期には、瀬戸電気鉄道敷設に名を残した加藤木材門の出資による糖度原料運搬のための三散策道が開通、木瀬駅が設置されている。また、1971年ざび和平に設置された憩いの家木瀬老人クラブには、 木瀬公園を取り入れた木瀬温泉がある。2019年7月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。本動物像は平安時代の物あざザ入道にある丘陵地の頂上付近に上石と推定される作平地が残っている。ありがとうございます。